はい、じゃあジャパコです。よろしくお願いします。今日はクラブハウスについてお話しします。今ね、クラブハウスをね、見てめちゃくちゃ盛り上がってるんです。クラブハウスってなんやねんっていう人のためにちょっと説明しますけど、いつもリアルタイムで世界中が繋がれてるってところが私にとっては嬉しいんです。世界中にね、いるいろんな勇者の人たちとね、リアルで繋がってたくさん交流して24時間、 365日目指して頑張っています。そのね、今頑張ってみんなでやっていることが認められて、ニューヨークビズっていうね、トム・クルーズさんや、X ジャパンのヨシキさんとか、有名な人がね、たくさん掲載されている素敵なメディアにね、紹介されてるんですよ。紙媒体とウェブ媒体両方で掲載されたので、ぜひね、チェックしてください。私のインスタとツイッターにリンク貼ってみました。 ありがとうございます。本当にみんなのおかげでこんなところまでどんどん来ています。あっという間にね、クラハが始まってミラクルが起き続けているんですけれども、今日はなんとめちゃくちゃ嬉しいことがまたありました。私たちが企画しているクラハリンピックっていうね、2月22日、あと1日で始まるんですよ。これ企画したのが3日ぐらい前だからすごいことなんだけど、それをね、24時間リレでで繋いでみよう、世界で繋いでみようって言ったらね、 YouTuber ーーのバリ島の兄貴さんとか、それからね、シンガポールのインフルエンサーの由美子さんとか、それにね、まあ、いろんな方々が本当に参加してくださることが決まりまして、世界中の素晴らしい方々がですね、1時間ずつね、30分とか1時間ずつリレーで繋いで、みんなでね、日本の良きを世界に伝え、世界の良きを日本に伝えるっていうね、パッションをね、持ってね、ゲームとかしたりして遊んでくれるっていうことが決まったんです。 すごくないですかこれって本当にすごいことだと思うんですよ。このね、速度で今までね、ことが進んだことって本当にない。だって、クラハリンピックって30時間テレビぐらい、そんな感じで今30時間ぐらいやろうって言ってるんですけど、30時間テレビぐらいの予約の枠がもう3日前に告知、いや、してないよ。告知もここに 2, 2日ぐらいにしてるんですけど、もうほぼね、枠が埋まってしまっているという状態ですね。多分ね、 しかもすごくメディア関係の方とか、LA のチームのメディア関係の方とか、ニューヨークチームの方とかね、とってもね、素敵な方々がね、参加してくださっているんですよ。なので、もしね、クラブハウスってなんやねんって方とかいたらね、ぜひ私にも聞きに来てください。私もね、できる限り応援して、みんなでね、盛り上がっていきたいので、よろしくお願いします。ではね、この辺で今日は失礼します。ナモステイ・インフェット。では、おやすみなさい。